生活に密着した話題を皆さんと一緒に作り上げていくというそういうブーコーナーでございます、ソラネット、えー、今日はです、ねはい、質問来ております、こちらでございます、ゆうなママさんから、洗濯が大好きですが、はい、季節が進むと乾きづらくなります、うん、なぜ乾かなくなるのでしょうか。はい なぜだと思います。考えたことありますか。まあ気温が下がるからっていうのはあるけど、でも気温が下がるとなんで洗濯物が乾かなくなるのか。なんでだろう。秋冬困りますよね。でも特にね、うん、松山さんはあの、はい、九州から来たから、これね福島の冬の洗濯物っていうのは本当にあの外干しなんかできできないですから。家に洗濯物干すあのなんていう支えかって、はい、何だろうこれって思ってますか。そう部屋干しするためのね。あのなかなか乾きづらいので、うん、でこの洗濯なんですけれども。 この空気の質や空気の流れを知っていれば洗濯物は乾くんだよというそういう情報をお伝えしたいと思うんですが洗濯物が乾くか乾かないかは重要なのはあるポイント一つです。 それは何かというとその空気がどれだけ水蒸気を含むことができるのかこれからどんどん理科の授業っぽくなってきます <laughs>、はい。含むことができる水蒸気の量って気温でで全然違うんですよ。うん、気温25度と気温5度でどれぐらい含みうる水蒸気の量が違うのかというと、うん、気温25度は、まあ、こう覚えてください 1>,、はい、1立方メートルあたり 25g、はい、気温5度は 7g。 気温5度と25度では含みうる水蒸気量が3倍以上違う、うんうん、全然違います、ね、だから乾く時間もやっぱりそれだけ違うということなんですよね。うん、なのでこれが証明されます部屋の中25度、うん、湿度70%、うん、冬の外は5度40%、うん、なんかこっちのほうが乾きそうな感じがするじゃないですかカラッとしてねところがこれ1立方メートルあたり 7g、うんはい、そして冬は。 4g ですから倍違うということでただ冬は湿度が低くても気温が低いから含むことができる水蒸気量が少ないんで乾かなくなるんだよ水蒸気をいかにですね飛ばすかそれからあのそう気温を上げてキャパを広げるかということが重要になってくるから部屋の温度を上げてそしてえ風を当ててですね湿気を飛ばすということがえとっても重要になってくるさあ皆さん一緒に考えてください これから秋が深まるとともに、洗濯物は夏より乾きづらくなります。はい、ここで皆さんにクイズです。こちらです。この中で最も洗濯物が乾く時間が短いのはどれでしょうか。どだ。一番アーチ干し。二番 V 字干し。三、はいはい、番長短干し。どれだと思いますか、松山さん。え、これの方がなんか風がうまく入りそう。うまく入りそう。この長短干し。はい、この間にすって入りそうじゃないですか。なるほど、なるほど。え、違うんですか。はい、答えは V. T. R.。<laughs> これライオンさんの実験なんです。注目です。白くなるほど乾く。さあ、どれが乾くかなどれが乾くかな今のところ互角ですね。あ、あ、でもだん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 。アーチ星が。少なくなってきた。ということで。アーチ星が最も。あの、洗濯の乾く時間が短くなりました。それなぜなのかというと。このまず空間なんですよ。空間が。 この洗濯物の間、空間が一番広がる広がるのがこのアーチボシです。うん、つまりここを風が流れるから、あの洗濯物の水気を飛ばしやすいと。風の通り道通り道があります。うん、でここで風が通,通るとですね、えこのあの洗濯物のですね中のあの、うん、水蒸気が。 あの乾燥しますから乾燥すると冷やされる気化熱になるからここで加工切りもでできるんですよそうするとえよりですね一層洗濯物は 乾きやすくなるということなので両端の長めの衣類に風が当たりやすいので両端も乾くけれども真ん中も風が通りやすくて洗濯物の水分が蒸発しやすいということでぜひアーチ干しをおすすめしたいと思います、はい、こういうツイッターもいただいておりますこちらですアーチ型に干すとよく乾きますよ、うん、ご存知だったんです夏は洗浄力の高い粉末洗剤で冬は粉末溶けないので液体洗剤にします使い分けてるんですねこれね水温が大体うん 冬と夏で二十度違う。そんな一番ですか。そう、だから、冬場っていうのはですね、あ,<ー>あの、洗剤がこう、うん、溶けにくいので、液体洗剤使うといいのではないかということなんですが。一年中同じでした。気をつけてくださいね、ねそのあたりね。バスタオルを効率よく乾かす方法もあります。これ時間かかるんですよね。そう、まるまるまる星、これ、生のバスタオルで体拭くごとぐらい、なんか気持ち悪いのないじゃないですか。嫌 <laughs> ですね。こちらでございます。はい。 ずらし干しっていうのがいい。ついて直したくなっちゃうけど。これずらしたままの方がいい。ずらしたままの方がたくさんですね、タオルに。あの風が当たるので、だいたいまあ三十分以上ですね。ずらすと、全然あの、変わってくるということ。だいぶ違う。そして、ツイッターで最近、バズった洗濯物の干し方がありました。これもね、さっきのあのずらし干しと結構似たところがあるんですけれども、こちらでございます。 これね、<え>顔アタックさんのツイッターがすごいですよ。<laughs> 5万5千円いいね、<ご>616件の引用リツイートがあったんですけども、はい、三角帽子という手法です。へ、えー、初めて聞きました。これ通気が良くなり、水滴もこの角の部分に水滴がこの集まっていく。うん、だから、そう落ちていくから普通に干すよりも乾きやすくなる、うん。えー、やってみよう。ぜひやってみてください。私もいいね。 いいね、押してください。ずらすといいんだよということで、ずらすと格好悪いですけど。で、ね、よく多分お母さんとかに、ずらし、あんた、ずれてるわよとか言ってる。ずらす方が乾きやすい。ちゃんとまっすぐやりなさい,いな。そう、まっすぐやらなくていいという、そういうことでございます。